はい始まりました「石門ジャップ TV」より今週もやります我が軍参賀のレビューのお時間でございます。 そこでこの度取り上げますのは、2024シーズン、J1 リーグ第31節、え我が軍、京都さんが FC、バーザス、ガンバ大阪戦の、京阪ダービー。まあ、少し、まあ、子供から風邪をもらった影響で、まあ、鼻声となり、まあ、聞きづらいところあるかもしれませんが、試合を、え、振り返り、ああだこうだ、え、つぶやいていきたいと思っておりますので、よろしければ、え、ラジオ感覚でお使いいただけると嬉しく思います。ところです、早速、え、試合結果等は、 この通り2対2のドロー終戦いやー今節は内容が濃すぎでございましたもうまさに今節こそもう現地観戦したかった ま、ンガスタジアム。ま、今シーズン最後のナイターゲーム。ま、順位はね、え、15位のサンガに対し、5位のガンバ大阪。ま、上位に臨むゲームでございますが、その順位とは裏腹に、ま、ンガは3連勝中。一方、ガンバは6戦勝利なしのサンガとしましては、ま、観客数、ま、2323名、え、集まりました。ま、ンガ史上最多のですね、え、観客数の、ま、整って、 えー、大舞台にたまあ揃った役者、まあ、22年ぶりの4連勝がかかったゲームでございましたが、惜しくも後半、まあ、残りですね、まあ、5分、まあ、守り抜けずの、まあ、2対2のですね、まあ、ドロー終戦でございましたので、まあ、J1 の舞台やっぱさすがに甘くないなとね、まあ、現実を突きつけられた次第でございましたが、 まあ、内容及び、まあ、雰囲気、本当にかつてないほどの京阪ダービーでございましたので、まあ、イシモンジャンプ個人としましても、毎週サンガのゲームは、えー、リアルタイムチョレブ配信をさせていただいている次第でございますが、えー、今週は嫁が某アーティストの、えー、ライブに参戦していることにより、まあ、現地観戦はもちろんのこと、リアルタイムチョレブ配信もできなかったことがですね、非常に悔やまれるものの、まあ、 一日ワンオペで息子を見た後ですね。まあ、かなり眠たかったんですけども、まあ試合見始めたらもう目がギンギンにですね、冷めました。まあ、この京阪ダービー、一、まあ、人でね、キャーキャー盛り上がった京阪ダービー、ここから、えー、詳細ですね、ア、えーダコーダ、えー、振り返っていきたいと思います。えー、まず、えー、両チームのスタメンからおさらいしていきたいと思いますが、 え、まず、サンガのスタメンからですが、長期で監督のもとおなじみの433システムを採用しており、え、ゴールキーパー、不動の守護神、クソユン選手、ディフェンスライン4枚右から、福田選手、宮本選手、鈴木吉則選手、佐藤選手、で中盤3枚そこに福岡選手、インサイドハーフに川崎選手、平戸選手、そして3トップ右からマルコ・トゥーリョ選手、ラッパエル・エリアス選手、原選手の3枚となっており、え、前節の横浜1 0マリの戦闘メンバー一切変わらずの ベンチメンバーに関しましても、これも同じくスターメンと同じで、えー マリノス戦と一切メンバー変更なしの、ここ直近3連勝中のチーム状況でございますので、えー、納得のスターメン及びベンチメンバー固定の参加に対し、一方、ガンバー大阪につきましては、えー、ポヤトス監督のもと、えー、4231システムを採用しており、えー、ゴールキーパー不動の守護神、一森選手、ディフェンスライン4枚右から岸本選手、中谷選手、福岡選手、黒川選手、そしてダブルボランチに鈴木選手に、そして、 三刀選手が、え、リーグ戦初スタメンを飾っております。まあ、ダワン選手がね、え、前節裏話戦でイエローカードをもらっておりますので。その累積の結果ですね、え、得意のサンガ戦にですね、出場できず、その代わりに三刀選手が、え、スタメンに入っており、初スタメンの選手とは思えない、まあ、堂々なプレープリー。まあ、結構サンガの厳しいプレッシブに関しましても、うまくね、剥がしていく、まあ、プレーを見せるなど、面白い、え、ボランチがガンバ大阪にまた現れた印象がございます。そして、 前線アタッカー3枚ですね。右からスピードスターの山下選手、技巧派タイプの山田選手に、パワーとスピードを兼ね備えたウェルトン選手、そして最前線のトップには宇佐美選手の陣容となっております、ガンバ大阪のラインナップとなっております。 そこで、今試合の内容なんですが、もう完全に、まあ、スタイルウォーズ、かつですね、もうバッチバチのゲーム展開で、もう前半、えー、早々からでもヒヤヒヤする展開でございました。えー、まあ、ガンバ大阪に関しましてはね、まあ、自陣エリアから、まあ、ハワーをね、えー、使いながら、じわじわとですね、えー、サンガが隙ができたところで、初めてね、裏をついてくる、まあ、ガンバのですね、まあ、時間をかけた攻撃に対し、一方、サンガに関しましては、まあ、原選手、もしくは、えー、大外のね、 ペースに、今ロングボールを当てて、まあ、セカンドを回収してからですね、相手の陣地で、まあ、早くね、え、攻撃をスタートしたい、まあ、サンガの、まあ、両者のスタイルの違いがですね、まあ、前半早々からですね、見受けられて、まあ、ガンバがね、幅を取る分、サンガとしましては、まあ、サンガの売りである、まあ、コンパクトがですね、維持しづらい、え、状況で、まあ、うまくね、え、ガンバも、え、サイドへのね、 サイドチェンジであったりとか、ま、展開うまくね、裏に放り込むボール等でね、3が幅を広げられたものの、ま、ここ直近のね、調子の良さから、ま、出足の良さでね、セカンドを拾うシーンもあったりなどなど、ま、お互いの良いところがですね、ま、前後半通して見受けられたゲームとなっており、ま、開始早々はね、ガンバ大阪のセットプレイがね、ま、続く展開からですね、ま、前半10分にですね、なかなかスローインを投げない岸本選手、ま、鈴木徳馬選手がね、ま、ボールを着ようとした ところも平戸選手をねえー、押してちょっとひ悶着はありまあ。それに対してね。ちょっと切れる。福岡選手がねまあ。個人的に珍しいと思いながらも、もまあ、早々からね。バチバチな展開が予想される、えー、この京阪ダービー。 そこでファーストチャンスを掴んだのは、まずガンバ大阪。まあ前半13分ですかね。えー、この左サイドの黒川選手から逆サイドの山下選手へのこの対角組のですね、えー、この展開。まあそれに対して山下選手の抜群のですね、トラップからですね、一気に佐藤選手を剥がし、えー、折り返したボールに対して、まあセカンドですね。水藤選手が絶妙なところでね、セカンド反応したんですけど、その時に審判がね、 あの、邪魔でシュートを打ち切れず、ガンバ大阪としましては不運、不ー参加としましては助かった形でございましたが、まあ、迎えた前半20分にですね、ガンバ大阪先生でございますね。いやー、この山田選手の結果的に押し込んだゴールでございますが、この得点に至るまでの過程がですね、ガンバ大阪。 一分以上ずっとパスつないでおりましたね。まあ、つないでつないで、まあ、上下左右揺さぶりながらですね。ここぞというところでね、中谷選手がね、えー、一気に、これまた佐藤選手の裏をつくですね。えー、このフィードに山下選手がまあ抜け出し、え、山下選手の折り返しを山田選手が押し込んでの、 まあ、ガンバ大阪が一番理想とする形なのかなと、まあ、つないでつないで相手の様子を見てできた隙をついてのですね、ガンバ大阪、まあ、プエトス体制のもとね、えーまあ、理想のゴールでガンバ大阪が先制も、まあ、が、えー、ただでは終わりません。まあ、前半27分ですね。次は、三、え、が、ーえー、ラファエル・エリアス選手のなんと三が史上ですね、初めてのシーズン通しの4試合連続ゴールを叩き込むですね、この同点弾、これ素晴らしかったですね。 ま、ガンバー大阪のこのバックパスのミスを誘発しました。ラファエルアス選手のですね、まあ、プレッシングからスタートしまして、まあ、これうまくね、え、コース限定してですね、あのー、まあ、ガンバー大阪目線でいいとも左サイドにね、ボールをま蹴らせるような形で、ラファエルアス選手がコースを限定しながらプレス、ま、あそれに対してね、マルコ・トゥーリオ選手がこれうまく連動したのがこれ素晴らしかったですね。このブラジル人選手二人でね、この連動したプレスによってですね、パスミスを誘発し、まあ、結果、え、マルコ・トゥーリオ選 これダイレクトでね、これまたダイレクトで無人のゴールにね、シュートを狙ったのが素晴らしいですね。まあ、結果、決死のプレスバックで、マルコ・トゥーヨ選手の得点は回避したものの、まあ、そのこぼれ球を狙っていたのが、ラファエル・エリアス選手のズドン、まあ、セレッソ大阪戦の、まあ、先制弾を思い出させるですね、この爽快な一 まあこのシーンもね作り出したのはもうラファエル・イレス選手とプレッシングがねスタートでございますのでまあ3加史上ですね初の4試合連続ゴール納得のですねまあスーパースケットのゴールで1対1の同点に。 この勢いのまま、まあ、逆転に持っていきたいさんでございますが、それを許さないのが、ま、ガンバ大阪の底力、まあ、前半34分には、これまた中谷選手からのこの起点でございますね。まあ、急なこの差し込みから、絞っていたですね、左サイドバックの黒川選手がハーフスペースで受けて、その黒川選手から、えー、この宙に浮かす、この、スルーパスに、ま、抜け出した対角線山田選手が胸トラップからのシュートフィニッシュ、まあ、一気に にね、えー、ゴール前まで持っていかれてまあ、結果シュート枠外で助かった限りでございますがガンバ大阪のまそ、あ、こ力を感じる攻撃からですね 対するサンガは、また同じ時間帯にロングボールきっかけで、えー、福岡選手がラファエル・エレス選手につけて、ラファエル選手のこのポストに、えー、マルコ・トゥーロ選手がサイドからね、うまくいなしながら、再びラファエル・エレス選手につけて、そこからラファエル選手がなんと一人でね、えー、ガンバ・オスの選手を背負いながら、この強引にこのカットインしていきながら、このシュートフィニッシュ、まあ、結果ギリギリポスト横でございましたが、めちゃめちゃ可能性を感じました。 まあ、よりダファエル・エリアス選手が反則級のスケット外国人選手っていうのを感じさせるですね。もうまさにサンガに加入する前の、まあ、プレイ書にありましたですね。本来の強みであります、まあ、左足のシュートフィニッシュのですね、えー、精度の高さを、まあ、見せつけるものの、まあ、惜しくも得点にたらず、まあ、迎えた前半37分には次ガンバ大阪のですね、えー、チャンス、幅を使ったですね、まあ、ビルドアップから、まあ、岸本選手がね、一気に、まあ、右サイド持ち上がり、えー、展開、結果山下選手 選手のね、えー、クロスに、まあ、ウェルトン選手が、まあ、あポスト、そして宇佐美選手のダイレクトシュートも、えー、クソイン選手のですね、なんかまるでバーに当たったかのようなですね、このセービング、で、えー、その後ね、岸本選手のシュートもね、足でセーブなどなど、まあ、このしっかり前に弾き返すセーブがクソユン選手、まあ、あの、反応力もすごいんですが、しっかり弾き返すところがやっぱ素晴らしいクソユン選手の、えー、セービングの前に、えー、勝ちこち点許す。 さず 1>, 1対1で、なんとか折り返し、まあ、迎えた後半、まあ、3が佐藤選手と福岡選手に変えて、なんと金子選手とミサオ選手をハーフタイムでですね、えー、投入しまして、まあ、早速、特に金子選手がですね、まあ、福岡選手にはないですね、まあ、あの、立ち位置を捨ててね、一気に、前線にですね、迫っていくですね、まあ、結果的にシミュレーションのような形で倒れるシーンございましたが、まあ、早速、キャラの違いを見せつける金子選手でございます。 そこで、まあ、後半のゲームの入りに関しましては、まあ、早々から打ち合いでございますね。まずは、京都がファーストチャンス、まあ、ロングボールの跳ね返しのところから、うまくエリアス選手がコントロールし、エリアス選手がね、え、ガンバオスカの選手が少しね、え手が当たったっぽいんですけど、そのハンドのアピールしている最中にですね、なんとセンターバックの宮本選手が反応していくと、で、その宮本選手から平戸選手につけて、平戸選手がサイドのマルコトゥール選手で展開するんですが、 そのマルコトゥーリョ選手から、えー 原選手へのこのスルーパスに原選手がダイレクトシュートも、まあ、ポストあたり、その跳ね返りがね、また原選手にこぼれて、えー、その原選手の折り返し気味のシュートに対して、なぜかそこに宮本選手がですね、そのまま駆け上がっているというですね、な、ま、ぜ、あ、そこに宮本を、か、えー、つよのね、福岡製のアリショナルタイムの決勝弾をですね、えー、思い返す、まあ、宮本選手のシュートもヒットしきらず、えー、得点に至らずでございますが、逆にそこでね、カウンターを食らってしまうと、そのセカンドで金子選手が 金返しきれなかったところですねガンバ大阪のウェルトン選手がすごい勢いでねスプリントで運んで運んでのこのシュートもこれまたポスト直撃し強度としましてはヒヤリとしたシーンまあその後セカンド宇佐美選手のねまあミドルシュートもクソイオン選手がセーブし失点をなんとか回避まあそこでね迎えた後半12分にはまた3がチャンスのまあスローイン始まりラファエル選手がポストそしてマルコトゥール選手がねこれうまく肩でね えー、展開していたボールに、まあ、セカンド、結果、えー、川崎選手がねうまく反応し、まあ、クライフターンから平戸選手につけて、平戸選手、これ、半身からねうまくスルーパス供給したものの、まあ、原選手とラッファエル・エス選手、と、ま、も、あ、に走っていたんですが、と、ま、も、あ、に合わずの、まあ、徐々に得点のね、えー、匂いを感じる、えー、サンガー、そこで迎えた後半15分に、えー、サンガー、ついに逆転弾でございます。えー、ラエエルエリアス選手の2得点目でございますねこれ素晴らしかった ですね、まあ、ガンバ大阪のね、まあ、攻撃スタートからのですね、ミサオ選手のこの素晴らしい、まあ、クリアですね、まあ、味方につけるクリアでございますね。まあ、結果、3トップ、躍動のですね、え、まずはマルコ・トゥーリョ選手がね、えー、ミサオ選手のクロスを受けて運、運んで、運んで、タッチ大きくなったところを、これ、ブロックされてしまうものの、まあ、原選手が拾っ ガンバー・阪のカ選手、まあ、食いつくんですけど、うまくいなしながらですね、逆サイドのですね、ラッファエル・エリアス選手につけて、これ、裏にね、抜け出したラッファエル・選手、これ、うまかったですね。えー、裏に抜け出したボールに対して、自らね、えー、この走って触りに行くっていうよりかちょっとうまく引き込みましたよね、えー、福岡選手を。まあ、結果、えー、ガンバー・阪の福岡選手を引き込みながら、えー、福岡選手の足が両足ついた瞬間にですね、エリアス選手、 これカットインするんですよね。ここ相手の選手を見ながらですね、ギリギリまで、え、引きつけながら引きつけて引きつけてのこの切り返し、うまかったですね。まあ、結果2タッチ目で、また福岡選手を押しながらですね、え、シュートコースも作り、左足でのですね、まあ、コースを射抜いたシュートフィニッシュでございましたので、これほんと技ありでございましたね。まあ、こんなプレイできるんやって驚きを隠せないですね。また、え、ちょっと衝撃をですね、え、上積みしていく。 ラファエル選手の逆転弾でサンガスタジアムもボルテージ最高潮でございました。 この勢いのまま、まあ、ラファエル・エリアス選手の、まあ、ハットトリックを期待したいところなんですが、まあ、後半29分、ついにラファエル・エリアス選手も、まあ、足をつってしまうと、あれだけね、まあ、プレッシングでも貢献度高く、まあ、攻撃でね、まあ、パワーを発揮するシーンが多いと、まあ、それはね、えー、きついっていうことを感じる、まあ、この両足おそらく足つったところからですね、えー、ガンバ・大阪がね、そのままゲームを続けていくと、まあ、当然プレイ中でございましたので、特に、えー、悪気はないと思うんです。 ですが まあ、この11対10のね、数的有利を生かすガンバ大阪の幅を使ったビルドアップから、結果的に右サイド岸本選手がね、えこう、鋭い差し込んだパスに対して、宇佐美選手が中央で、え右サイドから来たボールを右足でトラップして、そのまま右足のアウトサイドで技ありのシュート、これ完全決まったと思ったんですが、これを止めるがクソユン選手のこの横っ飛びのセーブ、これエグかったですね、もうクソユン選手、これ完全に人間をやめた と言っていいこの反応力、これはびっくりでございますし、まあ、宇佐美選手がかわいそうと感じるぐらいのですね、このえ反射神経の鋭さ、まあ、その後ね、エベルトン選手も詰めるものの、それさえもね、寄せて止めるクソンユー選手のビッグセーブが光るですねえ、京都2対1で逃げ切りを図りたいところ。 ただ、ここから事件多数発生でございます。えー、まず、後半42分には、宇佐美選手のフリーキックから、結果的にこぼれ球を中谷選手が豪快に押し込み、えー、2対2の同点に、まあ、宇佐美選手のフリーキックから、 これ、岸本選手がうまく抜け出し、またこのスライディングシュートよく枠に入れ込みましたよね。この技ありな、このスライディングシュート、まあ、クソイン選手が、えー、セーブするものの、まあ、そのこぼれ球を中谷選手が、まあ、フォワード顔負けの嗅覚で押し込み、2対2の同点に、まあ、その側もガンバー大阪の、まあ、猛攻といいますか、まあ、後半44分には、これまた、まあ、坂本伊佐選手のね、まあ、ドリブルが非常に鋭く、まあ、それを思わずね、倒してしまった鈴木。 嘉宗選手、またえたこのフリーキック、宇佐美選手の、えー、蹴ったボールですね、キーパーとディフェンスの間に絶妙なコースに入れたボールが、まあ、ファーストアイドに流れ、結果的になかった西選手が、これまた豪快にですね、えー、押し込む、このシュートフィニッシュが決まり、えー、2対3と思ったんですが、えー、手前でウェルトン選手がね、 え、ボールが桃に当たりながら、ちょっと手にも当たって、確かに軌道が変わったので、少しおかしいなと思ったんですが、えー、結果これハンド判定となり、えー、ガンバ大阪得点取り消し、えー、ま、その後、迎えたアディシナルタイムには、これまたですね、まあ、ガンバ大阪、やっぱ選手のね、層の厚さと言いますか、福田選手が、我が軍参加のま、ミサオ選手とね、えー、対人の末ですね、えー、坂本選手が仕掛けていき、カットイン中央で、 選手がシュートもこのセカンド福田選手が拾って、えー、左サイドの黒川選手に展開していきこの黒川選手のシュート、えー、まサンガの宮本選手がシュートブロックしその跳ね返ったボールが、えー、我が軍サンガの福田選手の、えー、手に当たってしまい少し時間差でございましたが、えー、PK 判定。 まあ、ガンバ大阪のね、ゴール屋のサポーターのですね、まあ、ハンドをアピールするですね、あの、そう立ち上がりが非常に印象強いですね。まあ、そのえ雰囲気に飲まれて審判ジャッジしてしまったと思いますが、よくよく見返すとですね、あの、シュートブロックした宮本選手のボールが福田選手の手に当たった形でございますので、相手の、あの、シュートを、 防ぐためのハンドじゃなかったので、結果的にこれ意図的じゃないハンドということで、なんと PK が取り消しという、これはちょっとびっくりでございましたね。まあ、このルールのね、ちょっと考え方をですね、改めて学ぶきっかけにもなりました。まあ、意図じゃないハンドでもね、相手のシュートとかをまあ妨害した、結果的に妨害してた場合はハンド取られるケースあるんですが、これはあくまで味方のね、 えーまあ、シュートブロックしたも、まあ、結果でクリアのボールが手に当たった状況でございますので、それによってですね、えー、ガンバ大阪のチャンスが潰されたっていうわけでないことからですね、まあ、結果的に、えー、これは PK 判定が、えー、取り消しされたのもですね、後々から納得しました。判定により助けられたものの、まあ、終盤は耐え抜く続きの、えー、なんとか勝ち点1を拾う、まあ、2対2の、まあ、ー終戦。まあ、両チームともモテる武器を、まあ、見せ合う、まあ、スタイル坊主までは 良かったんですが、まあ、所々終盤に関しましては、まあ。 各選手の力さを感じる、ま、特に右サイド、岸本選手には好き放題される、ま、サイドからの、ま、規定になれるシーンも多数あり、あとは、ま、中谷選手を抑えられなかったですね。ま、特に、ま、サンガとしましては、ま、左サイドのね、ま、守備のこの脆さの部分をね、何度もついてくるガンバ大阪でございましたので、ま、さすが優勝争いに位置づけしております、5位ガンバ大阪と感じるとともにですね、ま、サンとしましては、ここ直近のね、 長具合っていうのはまあしっかりと示すことができました。まあ J1 クラブでも失点数が少ないガンバ大阪に対するラッパエルエリアス選手の2得点はやっぱりサンガのやっぱ3トップまあここにありっていうのをも示しました。まあ課題はまあ残ったもののまあ2万人超えのまあサンガ史上最多のですね観客数が集まらした大舞台にはふさわしいまあエンタメとしましてはまあ合格点を与えられる S.C.A. 内容だったのではないでしょうか。また両チーム ともまあ、天皇杯はねベスト4。残っているチーム同士でございますので、まあ、この決着はまあ、天皇杯の決勝でつけたいところでございます。はい。以上最後に今、まあ、このゲームの mvp を一人取り上げていきたいと思います。非常に迷いました。まあ、というのも。 我が軍三加のゴールキーパーも人間を辞めたと言って今、クソンヨン選手のこの反射神経の数々に、またその他、ガンバ大阪の中谷選手のこの展開力と、あとは勝負強さ、これにも苦しめられたものの、やっぱりなんだかんだ選ぶのはもうこの選手になってくるかなと。まあ我が軍三加のフォワード、ラファエル・エリアス選手を MVP に選出でございます。 何よりもねこの まあ4連勝がかかった、まあサンガースタジアム史上最多人数が集まる、まあプレッシャーがかかるゲームでこの2発、しかも2点ともですね、もう完全にラッァエル・イリアス選手が自らきっかけを作り出している得点でもございましたので、まあ1得点目はね、プレッシングでもコースを限定したプレッシングきっかけでね、マルコ・トゥーリオ選手が連動した結果、えはこぼれ球がね、え彼のもとにこぼれ、それをね、しっかりタイミングを合わせたこの ズドンもうこれ爽快でございましたね。で、また、え、二得点目に関しましては、もうこれ完璧でしたね。こんな形できぬやっていうね。 この相手の選手をギリギリ引き込んで逆をつく、このカットインからのシュートフィニッシュに関しては、もう脱帽でございますね。まあ、結果、サンガ史上、初のね、シーズン投しの4試合連続得点でございますので、サンガの歴史に名前を残したという意味では、まあ、このラッパエルエス選手を MVP にするのは妥当なのではないでしょうか。 以上長くなりましたが、2024シーズン J1 リーグ第31節、サンガバザスガンバ大阪戦のレビューでございました。まあ、そこで次、次節第32節のゲームでございますが、アウェイで、えー、北海道コンサドーリ札幌とのゲームでございます。9月28日の13時キックオフ、まあ、久々のデーゲームでございますが、まあ、19位の札幌 札幌まあ、勝ち点26に対し、まあ、我が軍さんがえー、1位の勝ち点38のまあ、12差。差えー、差開いておりますので、3。画としましては、この札幌を叩いて、でも確実に j1 残留を決めたいところをまあ、一方札幌としましては、まあ一時ね。 三、えー、連勝を達成します。まあ、複数得点が続いていた現状でございますが、直近2試合でなんと、えー、無得点が続いている現状でございますので、まあ、札幌は後がない状況で死に物狂いでやってくる札幌に対して参加がね、えー、どう立ち向かうのか、札幌も後がない状況でございますので、打ち合う展開が予想されそうな、まあ、札幌の まあ、あ J2 広角へとどめを刺す我が軍さんがの J1 残留をよりですね、えー、たぐり寄せる、まあ、勝利を期待して、えー、ここらで終わっていきたいと思います。最後までお付き合いいただきありがとうございました。チャンネル登録、評価、コメントおよび Twitter、改めアプリ x の方もフォローいただけると嬉しく思います。また、次回の動画でお会いしましょう。石門ジャップ TV でした。